俺全然知らんし、もう一本なんて言われてもと思って、うん、で急いで調べたんですよ、はいはい、なら、あ、去年にやってるでこれ思ってみ、ね、でもう一回見たら、あ、俺これ見てるやつや思って、知ってるやつや、それでびっくりして、そんな感じですわ。そうなんだ、まあ皆さん知ってるもんだけど松井律も知らない、僕は読んでないですね。だ結構川辺さん曰く周り誰も知らんっていうから、雑誌は何になるんですか。チャンピオン、チャンピオンか、ご存知、秋田書店、あの有名な秋田書店、秋田書店、秋田書店プレゼンツ、シルクハットかぶったなんとか社ブラックジャックを出してたところですよ。そうそう、ドカベンよ、あドカベンか、何よりもドカベン。あ、そうかそうか手塚先生がどこの出版社にも相手されなくなって最初秋田書店で落ち着くって。そうな、そうです、うもうブラックジャックの頃になったらあの人ダメなんですよ、ね、落ち目で、うん、そうブラックジャックだな、あんなおもろい、もういや手塚先生もいいんじゃないですかって、何も相手してくれない、秋田書店だけじゃあ落ち出しましょう、書いたいな、うん、そうなんです、それもあるんですよ、はい、でラフ持って行ってブラックジャックこんな話書くんですか先生みたいな、もっと夢と冒険じゃないですかみたいな、じゃあうちいいっすわ、秋田書店だけはやりましょう、秋田書店のやっぱ熱いところが青年誌ですよね。あ、少年誌ではない。青年誌だ。ああ、内容が。ヤンジャンとかのノリです。あ、ノリがね、うん。確かに確かに。あんまり小学生が見てもわからんわな。青年誌に分類される。ああ、そうですか。ヤングチャンピオンっていうのはない。ヤンありますか。あ、あるあるあるすごい。チャンピオン、ヤングチャンピオン。ヤングチャンピオンある。なくな、今ありますかって。僕のチャンピオンはジャンプぐらいなんですから、ね、そうです、そうです、あの感じです、少年言ってるからマガジンさんでチャンピオンですわ、そうある、ヤングチャンピオンある、俺の大好きな寸止めが確かヤングチャンピオンだと思う寸止め、寸止めいいよ、ね、何の漫画ですかそれは。いやもうもうエッチやけど、あ、いやらしい漫画、エッチやけど超泣けんねん、あそうね、いいっすよね、高いな、こんな今日のあの薄っぺらい涙見てそんな言われてもちゃんと俺多分そんな目でも俺多分泣くで、なんでやお母さん泣かんでって、ほんとにあかんかん、もうそんな飽きませんって、そんな目で泣いたらまた今度するわやらんでいいよ、そんな目で誰が来んねん、そんなそんな目にちっちゃいそんな目の人って王族やないか一番いいプレイヤーあかん、そんなもう回っとんすか、回ってるよ、あすんの目、いやいやもういけませんよ、おしっこかけられたりとか出てくる、あーそうですかやめとこ、清清水やめとこ、やめとこ、やめとこ、今日はちゃんとした、ちょっと待って、はい、もうね、もう一本、もう一本ですよ、もう一本、もう一本もなんかおかしい、ね、まあまあやばいね、すんの目もう一本あかんよ、ね、切り替えてもう一本なんか怒られるでこんなよしやめ、はいはい、はい、一番いきましょう、はい、いいやいい、そういうわけでこれはね、さないですね、またこれさない、何せんやろな、これはね、何せんかな、ちょっと待ってよ、俺の原稿にはちゃんと何せんって手書きで書いて、はいはい、これは、はい、秋の新人戦ですね、はぁ、さっき言ってた、秋の正常との戦いの続きですわ、ね、はいはい、その禁酒期終わり、あ、これね、勝ち抜き戦じゃなくて、その3人先鋒中堅大将が出て勝ち抜きじゃなくて1戦ずつ下がって最終的な勝ち負けの多さでやるんで、やっぱ全員が先鋒対先鋒中堅対中堅で当たるんですよ、うん、で早苗は、ね、これ多分望月志保ちゃんが当たったはず、あとここに志保ちゃんがあるからね、これも強いんですよ、はい、で戦って、でみ早苗は今の私じゃまだまだこの相手には勝たれへんと、うん、ね、でそこでね、ただ南雲がデビュー戦で、県のチャンピオンを破った奇跡をつなぐ役目を私はするんだということで、もう引き分け狙いで行くんです、ここから、ほう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 、引き分けになれば南雲が勝った、自分が引き分けならまだものすごく価値がつながっていくんですよね、うんうんうん、当たり前けど、うん、負けるよりは、うん、でここのね、無理な指導をもらってまでも無茶な技とかを出して、けど指導を取られてでも
相手の残り時間を奪ったって顔してる、うん、でね、この南雲のあげた奇跡の一勝とか、とわちゃんを絶対に決勝戦に連れて行って天音さんと対決させるんだとか、うん、そういうことをみんなの気持ちに応えるさなえ、うん、責任感の鬼竹川さなえがあってね、さなえの人柄をね、みちがちゃんとこう言うたげるんですよ。でちゃんと引き分けにしようんですよ、これは。ねえ、いい、さなえがいい、素晴らしかったですこの試合ね。さっきのさっき の, あの話忘れてくださいね、僕の寸止めもいいんですけど、ああ寸止めね、ちょっと今違うモードで言ってますよ、さなえの見る目はもちろん、うん、ああなるほど、はい、ちゃんと選一選手としてね、そうです、もちろん滝川を見通るです、はい、というさなえ、まあ、言うてもさなえ会が多いですよ、僕は、うん、しょうがないですね、それは。でね、これが多いですからね、うん、そういうエピソードね。で、正常との最後ですわ、大将戦で道対これね、もう、ま、九条マリア、おお、出たよ、出たよ、はい、この漫画のね、結構上位に来る、なんでしょう、名物キャラクターですよ。この九条マリアはね、成城学園の、うん、経営してる家系のお嬢様なんです。九条グループ、九条コーポレーションのね、でキャプテンをしてるんですよ。はい、はい、で、まあ、結果これね、道に負けるんですよね。その全国大会に行く毎年の埼玉県最強の、成城学園が1回戦でほぼ本命のアーバンシに負けちゃうんですよ、うん、でね、このね、成城学園のこう伝統をね、私が引き継いできたんだ、先輩からの、どんな技でも勝利を目指す気持ちがあれば、その技はどんな技でも輝くんだよ、先輩から言われてきたことをね、私はそう教わりました、成城の先輩たちから、はい、成城学園のこう精神のね、うんうん、先輩から、うん、これ木崎さんですわね、はい、お姉さん、妹さんまた出てくるんですよ、理屈いいね、妹さん出てきますわ、ね、うんうん、ね、でそういう気持ちで臨んだ試合で絶対勝たないか、毎年の王者が1回戦で負けちゃう、で負けた後のね、落ち込みそうになって、もう気持ちがもちろん折れてるんですよ。そこにね、同級生のこれミサオちゃんですわ、うん、ミサオちゃんがね、マリア、うん、正常の主将たるもの、うん、これは泣けますね、泣ける、うん、もうね、至る所に正常たるものっていうのがいっぱい出てくるんですよね、うん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 、この正常学園の精神、正常たるもの、うん、ちょっとこの一言でもう一遍きちんと道義をね、直して帯をちゃんと結び直して、いいです、ね、最後の挨拶をして下向いて泣いてるというね、うん、これ名場面、これはいいですね、いい、これね、九条マリア、うん、マリアのお嬢様はね、大注目なんですよ。うん、やわら読んだ人ならわかるんですけど、本阿弥さやかなんですよ。うん、誰や、だーし、なんかなー、知ってますよね、さやかお嬢様ですよね、まさに。ですか、もうほんまにね、まあもちろんその未知のライバルとかいう位置づけではないかもしれんけど、うん、埼玉県の中でのもうね、本阿弥さやかい、うん、誰や、うん、いやもう呼んで、やわら呼んで、あ、そうですか、さやかお嬢様がもう金に物を言わせて強くなっていくの、うん、どこやねん、じゃあそことはちゃう、そことはちゃうけどね、キャラクターがね、そのさっき言った敵役みたいな、特にさやかお嬢さんはね、せやけど憎めないキャラクター、まあ、憎めない、あ、そうなんですね、ポロッと差し歯が取れたりとかね、あ、そうさやかお嬢様がおるわけ、あ、まあそこのね、非常にインスパイアを受けてるだろうというね、あ、そうですか、九条マリアお嬢様、この人ね、そうそう、めちゃめちゃセレブな、でっかい家住んでてこういう人やけど、もう感情むき出してすぐ泣いたりとかね、すぐムキになって言い返したりとかね、まあ、そのやわらの人もそうな感じ、そんな感じ、あ、そうというね、いや、マリアのお嬢様がいいですよ、最終回もすごい立場出てくるんでね、そうですな、ミサオちゃんもいいのよ、いいですな、ミサオちゃんね、最後ね、幼稚園保育の先生になってますよ、あ、そうですか、非常にいいです、うんうんうん、はい、ね、はい、という人生がね、これだからね、ここでね、この新人戦でこのね、成城学園が出てきてね、非常にいい位置づけになってます、はい、で、次ですわ、成城学園に1回戦、県最強の成城学園に勝ったにもかかわらず、青西は負けちゃうんですよ、うん、うん、
これがね、ここで書かれてるセリフは成城学園のこのね雨宮凛ちゃんのお父さん雨宮コーチですわ、はいはい、この人のセリフです。負けた部員たちに言うとるんですよ、はいはい、どこに負けたんですか。ちなみに青西は、はい、青西ね、東大大栄、これまたね、東大大栄もね、今後出てくる、はいはい、この蘇我、これツバメやったかな、お姉さんね、にみちゃん負けるんですよ。めちゃめちゃ強いんですよ。東大大栄は、成城学園ともう常に県1位、2位を争う、この2強なんですよ、埼玉県はね、はいはい、とこの成城学園に勝ったけど、東大大栄に負けちゃう、はい、もう早苗もこんな苦しそうな顔して負けるんですよ。これ、あれかな、ダンさんかな。あ、ダンさんっぽいですね。ダン乙女っぽいですね。東大大栄やったかな、あの人は。あ、はい、ここまで分かる。はいはいはい、でね、雨宮コーチが、これね、雨宮コーチはさっき負けたマリアさんとか、リンリンとかに言うてる言葉ですわ。うん、負けても負けても、どんだけ勝ちたい思いが溢れてても、負けると、うん、残酷な現実は来るんやでと、うん。これね、僕ね、もう一本の好きな駒、ベスト5に入るこの足。ええー、道が負けるのよね、当たり前にやっぱり、東大大栄の蘇我さんに。で、負けるけど、うん、だけど、うん、前を向き、新しい一歩を踏み出し続ける。この足なわけですか。この足なわけよ。あ、そうですか。投げられて負けてもすっごと立ち上がって前を向いて何度も蹴らし続ける。それができるものだけが栄光に近づけるんだってことをね、雨宮コーチが負けた、はい、みんなに言うてるわけよ。また始めよう。あ、そういいね。全く意味が分かる。これ、漫画読める人と読まれん人の違い、もう私はもうこんな何にも残らないですよね。まあ、これがこれなんかっていうのももう不確定ですよね。今聞いたから間違いないっていうのはおかしいけど。俺今回だから今日のフライヤーにこれを選んだからね。あ、そう、はい、いやー、そうですか。この漫画の難しさよ。あ、めっちゃいい顔してるやん。負けたんやで。いや、してます、してますよ。負けた直後にこの顔ができる道がね。道こっちの方がよくない？こっちの方がいいよ。あ、そう。ちょっと斜めやからいいんちゃう？なるほど。ね、という、まあ、東大栄なくて新前線は負けちゃうという結果ですよね。いや、はい。ベスト5に入るんや。入るね、あの足は。恐ろしいな。はい、でこれがね、夏の錦秋期でね、戦った立川学園、東京の。あ、出ました、はい。で、立川学園の監督の乾先生と、はい、青西の夏目先生は先輩後輩なんですよ。はい、そうですね。そう、立川学園のね。でも、夏目先生は悪い役ですけどね。そうですね。夏目先輩に憧れてた後輩です、乾先生がね。その話も非常に面白い。乾先生もいいキャラクター。乾先生はもうね、もう柔道一直線の。一直線やけど、あの夏目先生と会う時だけキラキラするってね。いいキャラクターです、ね。いいですね。で、ここでね、その合同練習を申し込んで、青葉西が行って合同練習をしてもらうんですよ。全然立場的には、強さ的には違うのに。うんうんうん、で、このね、乾先生と夏目先生との会話のシーンです。はい、ここで描かれてるのがね、新しいキャプテンの綾瀬さんですわ。もう立学の練習稽古のしんどさに辞めていく部員がたくさんおると、うん、その中から戻ってきた綾瀬、うん、この子がスカウト入学じゃない初めてのキャプテンですと。お、うん、誰よりも努力して、いわゆるこうスカウトで入ってきたもともと強い子たちに、うん、追いつこうとして頑張った、うん、その結果でインターハイでもこの子が力を出してくれてなんとか勝てたと。ああ、そうなんだ。キャスカーとしてね、はあはあ、そのことを伝えてあげてくださいと、うん、青西のキャプテンに。おーらら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 ら、ああそう、いいね、これはすごいですね、うん、イヌイしてやられたな。イヌイがちゃんと見とる。イヌイちゃんは、さない、夏目先生してやられたな、ね、いつもはね、こうイヌイに、そうそう、ふんふん言うてんのに、イヌイが意外といいこと言おう。したね、これね、各学校のいい写真ですな。いい写真ですわ、これ。これね、いい。うん、昼みたいね、これ。いや、
本当お母さんですよね。お母さんお母さんの顔するからね、サナエは時々。うん、あ、こっち？いや、サナエがね。そうそう、うん、これね、はい、あの素晴らしい、この物語の中でちょいちょい出てくるね、キャプテンのあり方っていうのがね、過去がこう意外とよく描かれるのよ。しかもこう先輩から後輩へとかね、キャプテンのあり方とかを、ね、それもこう非常にね、いい話につながっていきますよ。ですね。はい。谷口いい、ね、負けるわけにはいかんと、いい ね, ね、追いつけ追い越せですよ ね, いいね。若い日は何か目指せやな。うん、キャプテン像ですよ、あれ。いいですよ、いいですよ、100点満点のね、うん、これからはサナエですよね。サナエやね、うん、出てきてほしいね、キャプテン。おおおおどこちゃん。はい、はいはい、次行きましょう。絶対終われな、俺。まあ終わらんでしょうな。で、ね、次の大会がさっき秋の新戦終わって、次冬の高校選手権、冬1月に県予選が行われる。そこに向かってみんなで頑張ろう言うとるんですけど、早苗がね、ここでね、立ち学の、選手に、長中選手に言われてね、ライバルと思える仲間がいることが幸せなんだよっていう言葉に触発されて、で、道は道でいろんな学校の強い人がたくさんおる言うて、私も頑張るって言ってるんやけど、早苗がね、私も道にライバルと思ってほしいと、うん、急に言い出すんです。急にわがままを言い出した。急にわがまま言い出した。今までね、怖い怖い、ちゃんと教えてたのに急に言い出した。ね、びっくりしますよね。うん、で、どうしたっていうね、道に勝ちたいって言い出すんですよね、うん、真剣勝負で、うん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 、まあね、また感動なんです。素晴らしいですね。道に勝ちたいっていうのが、ね、これも名場面ね。なるほど。けど一人道は納得してないんですよ。おーおーおー、そんな早苗となんて勝負なんてしたくないというかね。うん、うん、でそのことを夏目先生と喋ってるとこなんですけど、はい、夏目先生が過去のね、自分の話をしてるんですよ。うんうん、ライバルいましたかっていう道の質問に、私のことライバルと思う子おったよと。うん、結構ね、ちょいちょいこなして出てくるんですけど、バレー部で、あー出ましたね、ちょっとまあふざけながら部活動してて怪我をしてしまって、うん、3年間棒に振った友達がおったと。で、その子はリハビリをしながら頑張って自分と同じポジションの私のことをライバル視してたけど、私はライバルと思えなかったと、うん、私よりずっと偉大だったからと。うん、あらねー、で、この人は結局またプロに行くんですよね、バレー部。あ、そうですか。全然再起して。ああ、そうですか、うん。そういうライバルとか高校の同級生がおったことを道に話して、尊敬したから勝ちたかったっていうこと言うんですよね。うん、で、道はこの言葉で、改めてね、ここに見つめる先に早苗がおるわけです。うん、そうですね。で、これがね、だから埼玉県の、1月の高校柔道選手権は、今まであんまり個人戦は出てきてないんですよね、漫画の中に。実際あるんですけど、ストーリーとしてはそこに触れてないんですよ。ね、はい、というのもこう、やっぱ団体チームの、うん、話としてきてるんでね、うん。で、ここでね、個人戦で、結果的にね、4人とも同じ階級で戦うことを全員で決めるんですよね。そもそも、早苗はね、57キロ級なんです。うんうん、で、ミチは48キロ級なんで、10キロ戻さないから、また無理なんですよ。でそこで南雲もとわちゃんも一緒になって4人全員で52キロ級で勝負しようって同じ階級に個人戦出るということになるんですよね。というね、4人全員で同じ階級でいようって話につながるんです。これはいいですよ。いいよ、やばい、もう疲れてきた俺。あお、ガス欠やな。そんな言わんと。でね、これで実際に52キロ級の何回戦、2回戦か3回戦で道対早苗になるんですよ。いやー、びっくりですよね。同じ学校で戦うんですよ。で、これね、中学校の頃思い出して大好きだったから一緒に部活したいんだよっていう、そんな道出力してくれてありがとうねって言うて、だからこそ私が勝つんだ言うて言っても、早苗の武器は寝技なんですよ。で、みちももちろんそれは分かってるから、うん、寝技で、なんていうかな、みちの得意技は
背負い投げ、うん、ちっちゃいからね、潜り込んで投げる、立ち技が得意、うん、で最後は未知は寝技で来るだろうっていうところの裏を書いて、サナエがね潜り込んで未知を投げ飛ばして勝つんですよね、うん、このシーンこれをポスターにしたいね。これはいいですね。これはいい、うん、これその試合シーンの中で一番好きなシーンだね、これねえ、うん、不思議なもんでね、寝技の鬼やのに投げてるシーンが一番かっこいいっていう、しかもね、新しい私を見てほしい言うて立ち技で勝ちに行くというね、いやこれはね、うん、まあ、決まるとは思わなかったですけど ね、私は、はい、で、サナエが勝つという、ね、クリですわ、はい、これね、いい話、いや素晴らしい、はい、今度は寝技で勝ちたいとか言うようなよね、言うやろね、うん、やかましいわーって言うとにかくずっと勝ちたい勝ちたいって、これはよう言うな勝ちたい勝ちたいって言う、これ本当にいいですよね、うん、この信じられへんっていう、いいね、うん、角度がいいわ、いやいい、でこの時ね、あの他の2人はまた違う会場で試合しとるんですよ、52キロっていう違う、はいはい、そのこの2人の試合の撮影を頼まれた夏目先生がね、うん、あまりのこの投げの素晴らしさにスマホを落としちゃうというね、そうですね、落としてもうよ、ね、いいですね、そのぐらい夏目先生もびっくりしたという、ね、投げ、はい、次いきますよ、ほんま意外でした、はい、でこれがね、結局52キロ級は、サナエは結局その次に天音さんに負けちゃうんですよ、うん、で、その前にね、南雲とトワちゃんの試合もあって、それも良かったんですけどね、良かったですね、まあ、当然、トムラちゃんはトワちゃん勝っちゃうと、うん、で、決勝戦は、あ、因縁の対決、うん、トワちゃん対天音ですわ、うんうん、でね、このさっき言ってた中学校2年生で誘われた柔道部で誤解もあって一旦仲悪なったけど、うん、前回戦えてもう一遍仲直りできて、うん、で結果ね、天音さんが勝つんです、はい、やっと、うん、いいね、いやこっからね、うん、天音さんがすごいことができますわ、いや本当にもう天音さんが変わるというか、ここから怖いですよね、怖い、顔が違ってくる、全然僕の思ってた天音さんではなくなっていくというのがね、ここから急激にもちょっとショックが出てくるためですね、人間的にも、はい、成人だね、いいね、で最後ね、より2人でね、手をつないで終わるという、うん、中学の先輩後輩のね、はい、そうね、というお話ですよ、美しい美しいと思っとったんやけど、もう天音さんがもうあんなことになるから、天音さんがあんなことになるからな、うん、強すぎるもん、パワーももうね、ドン引きやろうっていう、そんなことないよ、大好きよ、いやねんけど、でね、これがね、まあまあさっきの1月の試合が終わっていよいよ3年生が卒業すると、いい、青葉西の姫さんとね、中学校の同級生の霞ヶ丘のアーミーさん、うん、この2人もともと仲いいんですよ、いいでこの2人、まあ、送り出す意味で、霞ヶ丘と青西の合同練習をしましょうっつってね、うん、最後この2人が試合して終わるんですよ、はい、引き分けるんかな、あ、うん、そうですか、うん、この後ね、お互いにこう自分と自分たちのチームに向かって礼をするという、うんうん、なるほど、これもいいね、いいですね、これ ね、 ね、ネットで探したけどこの見開きのコマが探さないかったんだね、あ、これもね、貼りたい、あ、いいね、このね、姫さんのアーミーのね、お出来が非常にいいです、で全員がちゃんとね、うんうんうん、いやいや、というね、姫さん卒業の会です、はい、おめでとうございます、はい、これね、どうしようかな、よし、行こう、で次の年になって1年生が入ってきます、やっと道たち1年生4人が2年生になって初めての後輩ができる、はい、もう一気にここまで飛んだ、はい、これね、いろいろあっていろいろあって、はい、姫さんの妹です、はい、姫子ですよ、姫子と言われてます、ね、はい、非常にいいです、この子の、うんうんうん、もう常にネガティブでね、うんうん、前も言いましたけども、ちえちゃんでいうひらめちゃんみたいなもんですわ、うんうんうん、非常に何言うてもネガティブな子でね、で、お姉ちゃんにコンプレックスを入れるけど、お姉ちゃんを超えたいんだっていうのをみちが聞いて、みちがね、
姫子が加わった新しい青虫で去年の姫さんがいた青虫を超えようぜちょっとね。でここで金秋期の目標が去年よりももう一個上に行くうちのが決まるんですよ。非常にねこの姫子はいいですよ。いいですね、はい、でこの姫子がねまあネガティブながらも頑張るんですよ。でやっとほんで、苦手な陽キャラの道とも打ち解けて、やっと打ち解けてきた頃に練習中にね姫子が道に初めての練習中に一本背負いを決めたところで怪我させちゃうんですよね。道が骨折しちゃうんですよね、右手を姫子が投げたせいで。でそれをね二人でね、ごめんなさいごめんなさい言い合って、もうお前のせいじゃねえって言ってんだろうって言いながら、けどやっぱ出たかった、泣いちゃうんだよね。このね二人の泣き崩れるところ、そうです、ね、怪我をさせた方とさせられば、さ怪我をした方と、けどお前のせいじゃないって言いながらね、でね飛び出して泣く姫子を気遣うメイクの塚ちゃん、ね、メイクドね、なんでこのシーンでメイクしとかなあかんねやと思うけどね、バッサバサのまつげ、メイク部剣舞のね、塚ちゃんめちゃめちゃ強い、そうそうそう相撲出身のね、同級生2人がね、塚ちゃんがなぜここでメイクしてんのかがね、いやランダムですからね、ここはちょっと落としといてほしかったねと思うけどね、ねえこれいいですよね、お前やつかちゃんのメイクやろ、その場のメイク、そうなんですよ、チークアンド黒バレ、あーそうそれ、あーいいですねそうなんですよ、なぜこの日にちゃんとメイク日行ってんのかなっていうのがね、雨の中しかも、これはねなぜ村岡先生もなぜメイクをわざわざさせる人があったやろかしらこの場面で、あーいや謎いやこれはまあそういうこれから落とすとこなっただけでそのそれの前にこんなごちゃごちゃしとるから、まあ、ラフなわさ落とす間もないわけ、ね、勝手にな褒めとったんやからさ、そうですそうです、ね、落とそうかな思ってたらこれですから、もう塚ちゃんのメイクはね今後いっぱい出てくるんで、はい、でも塚ちゃん美人さんやねん、うんうんうん、最終回でね大学生の後塚ちゃん出てくるけどめっちゃ美人さんやったね、そうですね、中島さん、中入れますか、え、あ、お酒、いや、まあ、また後で、また次の日ですよ、はい、はい、ありがとうございます、これまだずっと終われへんけど、これ言うとけど、いや、まあ、40分ごとは入れないの、え、これでも、まあ、またと行こうか、うん、まあでも、あと10分以上は多分あるはず、これちなみにね、言うてなかったけど、今最新刊28巻まで出て、最終回がつい先週終わって、30巻が夏に出て終わる予定なんだけどね、まあね、このシーンでまだ14巻です、めちゃくちゃね、半分いってません、行ってないですね、感動の量がすごすぎるね、耐えられへん朝まで行く構成、もうこんなにね1巻で1回以上泣く漫画ないと思うねんな、まあ続き言いましょうか、はい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 、まだ14巻ですからね、でこの姫子がそこでもう落ち込んで怪我させたことをどうしていいか分からなくて2日3日クラブに来なくなるんですよ、柔道部にね、でそれを道は追っかけ続けて戻ってこいって言い続けて、雨の日にね、後ろから抱きかかえてね、姫子のせいじゃないと亡くなった、でね昔過去に、道のせいじゃないけどね、早苗が骨折したことがあってね、中学時代に、で道は私が柔道に誘ったせいだっつって散々ね、早苗にごめんなさいっつって、お母さんにも、早苗のお母さんに私が謝るを言うて、泣く時に早苗がね、こうやって後ろから抱えてもういいよっていうシーンとダブるわけですよ、そうなんですね、これがね、なるほどなるほど、いいね、あーいいですね、ここでね、ものすごくこの二人の距離が縮まるんですよね、あ、そうですか、なんだかそのことを切らせたのに、非常にこう先輩後輩のね、まあね、ミチたちも中学生の頃も後輩がいなかったので初めての後輩と、ああそうか、うん、お前ね、いうところでね、空回りしてたミチとやっとこう二人が仲良くなれたシーンですわ、
でね、ここまで14巻来て、もう僕の力が尽きて、最後までいけないことを選んで、今日はもうあと1枚です。もう無理やってん。もうだって、読んで作業するなしながら泣いてたからな。もう疲れてしまって、あと1枚です。でね、どうしてもこの1枚だけは、はい、1枚とかこの話だけは、ちょっともう飛ぶんです。この後、まあ、なんやかんやあって、トバちゃんはね、東京のまた足立学院っていうね、またこれまた最強に強い、学校の間宮先生っていうね、もう恐ろしい目をした鷹の目みたいな、ミホークみたいな目をしたね、先生がおるんですよ。その先生、もともとね、中学卒業するときに誘われてるんですよ。トバちゃんはちゃんとあのセンスを見てくれて、けどそれ断ってね、何もない青西に来てしまったと思ったんですよ。ねえ、で、やっぱりね、間宮先生がその合同練習の時なんかとか、まあ、全国大会のトワちゃんの試合を見てて、やっぱりあの子は欲しいと、でしかも単純に自分たちが強くなるとかいうことじゃなく、ちゃんとした環境で将来有望な子を、育ててあげたいっていう気持ちもあって、間宮先生が転校してうちに来ないかと、いうことを言うんですよ。で、トワちゃんもそれに揺らぐんです。あんだけ好きで青西さんやってきたけど、この辺でね、その全国レベルのすごい選手たちとどん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 戦って、その、まあ、奥深さに気づくというか、そういうすごい世界をどんどんトワちゃんは感じてて、そういう世界で誘われたことにすごく悩むんですよね。で、道がもちろん残ってほしいけど、そんな中途半端な気持ちでトワちゃん逃れても嫌だっつって、私たちが強ければトワちゃんは残るんでしょうと、なので私と勝負してっつってトワに勝負を挑むんですよね。もう 朝から、朝7時から、で道も自分強くなってるし言って、トワちゃんと勝負を挑むんですが、もう何十回も負け続けるんですよ。道は当たり前やけど、でもこの駒よ、トワちゃん泣きながらね、道を投げるのよ。これはね、ここはいいですね。もう感動話の一番やの俺はこれね。そうですな、よくあるパターンかもしれないけどね、泣きながら道を投げ続けるのよね。でね、道も気づくのよ、私なんか以上にトワちゃんが強くなってるんだっつって、もう泣く。これは泣く。これはでも本当にいいシーンですよ。ね、もうありがとう、バイバイですね。泣く。あ、いいね。いいですよ。もっと強いと強いすごい場所に行った方がいいよって言うけど、とわちゃんは気づくんですよ。青西のみんなといてるから強くなれるんだっつってね。で、もう何の迷いもないっつって青西に残るんですよ。もう泣かないでと。そうですね、いいね、泣くね、ここは。これはまあそうですね、まあ難しいとこですけどね、やっぱりね、とわはもうさっき言ったみたいにいろんな強い人と戦って、そうそうそう、世の中が見えた一方で自分がどれだけ強いかっていうのにも気づいてくるわけですわ ね。そうなるとさ、揺らぎますよね。そう。でも、もっともっと根本にあるのは、ね、もうむしろこれは道とっていうことなんですよ ね。道と強くなりたい。そうだそうだ。とにかくもう道のそばを離れてはいかんということに気づくわけ、本能で気づいたんでしょうな、こうやってやってるうちに ね。で、そのね、スカウトした間宮先生も、そのオリンピックを目指せるような子なら、そういう弱小高校におっちゃいかんと、もっといい環境でし、鍛えられるべきだと、いう思いでスカウト誘ったんですけど、そうですね。で、最終回につながるわけですよ。けど、青西持っても、フォアは最後、オリンピック選出試合とか望むぐらいちゃんと強くなっとるんですよね。まあまあ稀有なことだとは思いますね。実際にはそんなことは多分あんまりないやろうけど。けど思うよ。ね。
というね、いい話です。はい、力尽きてここで終わります。この感動会。中途半端ね、こんなんね、最後までできる気がしない。まあ、確かにね。はい。というわけで、第2部のベーカー側の感動話紹介コーナー終わりです。ね、これまだまだ、もっといっぱいあるんでね、この後も。確かに、はい。ずっとありますからね。ずっとあるからね。うまいこと。で、第3部いきますよ、早速。休憩しようか、お酒飲むかね。そうですね。一旦休憩しましょう。時間もね、はい。はい、ちょっと小休止。ありがとうございます。あそこは泣くな。ねえ、泣きますよね、あそこは。泣きます、ね。何回のも見ても。ナッシュビルウエスト。